雰囲気が変わった。油断するな。炎の剣は無事か？濡れた。行くぞ。やれやれ。なんでずぶ濡れになってまで釣り場なんか。あ、余計なことを言うな。だってよ。何？どうした？いや、なんでもない。さあ、釣り場はどっかな。やるしかない。傷を負ったら言いなさい。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。立たせ。まだ引ける。まとめて片付け。成功。やれるぞ。頼りにしてるぜ。この先の戦況は変わりに油断するなってことだね。これを速度回復助かったよ。これからの軍勢を行くわよ。攻撃に出る。お金でまだ戦いそうだ。先生の頼むわ。ああ、まだ戦争ライフ。強くなれたかしら。ああ、射撃までの速度や安定性が増している。そんなに見ないでほしいわ。これ、いい装備かも。戦いが楽になるといいね。Huh?
まだまだ上を目指す。えらく広い洞窟だな。やけにひんやりしてる。夜光石の光が水に映ってとっても幻想的。ああ、どこもかしこもジメジメぬるぬるで嫌になる。もちろん、そんなつもりはない。行ってくる。悪いな。
ここは通行止めだ。はい、もっと早く行くぞ。あったの装備ね。近づかせないよ。逃げたら舐めなさい。これぐらいの相手なら問題ないな。
一休みしないか。アルフェン、状況を分かっているのか。え？今この瞬間も魚たちが食べられなくなっているのよ。だから落ち着いてってば。親玉ズーグルがいるなら準備が必要でしょ。確かにそうだな。負けるわけにはいかないものね。負けそうな気はしないけどな。リメル、ちょっと話そう。こんな遅くまで熱心だな。何を読んでるんだ。あ、魔法についての本。この書を最後まで読んじゃいたくて。よくそんな細かい字を眺めてて眠くならないな。全然、むしろ興奮して眠気なんか吹き飛んじゃうくらいだよ。でも読めば読むほどまだまだ私の知らないことがたくさんあるんだって思い知らされて、その度にそのままじゃ悔しいからもっと頑張らなきゃって気になっちゃって。それで夜な夜な焚き火を明かりに勉強か。変わったな。え、そうかな。初めて出会った頃のこと覚えてるか。まだいろいろ隠してた頃だよね。そんなに違う？ああ、太陽と石ころくらい違うな。石ころって、女の子に使う例えじゃないよそれ。悪い。でも変わったって思うのは本当だ。魔法のことだってそんな明けっぴろげじゃなかっただろう。それはそうかも。小さい頃は勉強させられるのが嫌だったし、その後だって魔法は不幸しか呼ばないって思ってたし、うん、魔法そのものへの抵抗感は薄くなった。それは確かかも。結局魔法は力とか知識でしかなくて、それがいいか悪いかは使う人次第。そんな風に思えるようにはなってきたかな。ローに感謝しないとな。え？なんで？いや、だってきっかけは。関係ないから。あいつなんか全然これっぽっちも。さすがにローが聞いたらへこむぞ。だからなんでローがへこむわけ？へこまない方がいいのか。そんな風にムキになれるのも変わった証拠かもな。アルフェンにも
魔法お見舞いしようかな。わかった。これ以上余計なことを言う前に退散する。リンウェルもあまり夜更かししすぎるなよ。もう絶対子供扱いしてるよね。でも不思議と悪い気しない。なんでかな。ふう、おやすみ。アルフェンのおかげでよく眠れたよ。巨大なはぐれ。今の私たちでは厳しいわね。やらせないよ。
闇を
これでいける。攻める。私に任せて。止める。マジックやらせない。今が夢の時ね。クリスタル闇に沈みなさい。やってよ。見てなさい。ローカバック。私の声が必要か。終わりだ。クリスタル行け。もう一発見てなさい。やれるわ。まとめる。クリスタル倒れろ。マジック！親玉の様子がおかしい。これ以上変になられたら困るな。その前に粉々にしてあげます。頼むし。エルアフラストイド。マジック！ここからの混乱に感じよ。クリソトレ。クラリサクリキョ。まとめて回復するわよ。いじった。ハートレッグ。任せてくれ。叩きつける。よっ。私に任せて。終わりだ。叩きつぶす。もう一発。クリソトレッグ。闇を投げてなさい。全力の声が大事。絡めとる。するとゲッセッコー。やらせない。まだ終わらないよ。まとめて回復するわよ。アトレス終わりだ。バレスパークル。ここは私に任せ。アトレス やるよ。よし。やった。あは。
べっちょべちょだわ。プロとお洗濯の支度を急ごう。魚影、今ここまでは無事に着けたな。女性陣の底力を見たか。ああ肝に銘しておこう。あ、かわいい。何見てんの。行くよ。いねね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 ね。そうね。よし、行くぞ。やっと着いた。
アンメドラの。こんなところに流れ着いてたのか。じゃあ、あの手紙の主って。ひどく損傷している。そう多くが生き延びたとも思えんが、とにかく辺りを探ってみよう。ここなら見た気できそうだな。綺麗な島だね。相変わらずズーグルはいるけどな。桟橋があったということは、昔は人が訪れていたんだ。レナはスルドブリガにかかりきりだった。ダナはそのために働かされていた。300年の間、のんびり海を眺める奴はいなかったか。いつか戦いが終わったら、みんなでまた来よう。何か変なこと言ったかな。あなたにしては悪くないと思っただけよ。ロー、相手になってくれるか。なあ、最近なんか進んだか。進んだって、何がだ。何ってわかるだろう。まあそのシオンとかさ。何をかと思えば。そういうローはどうなんだ。いや、俺のことはいいって。それよりアルフェンの方聞かせてくれよ。俺は別に話すようなことはないさ。水くせえな。何もないってことはないだろう。こういう話は軽々しくしないもんだ。なんだよ、少しばかり年寄りだからって。年寄りは言い過ぎだろう。だって本当じゃねえか。最近戦うとすぐ息が上がってんじゃねえの。やけに噛みつくな。だったら試してみるか。何の話だったっけか。なんだっけ。あ、なんかもうどうでもよくなっちまった。どうした、頭強く打ちすぎたか。違うって、そういうとこやっぱかなわねえな。何がだ。いや、なんだかんだ言っていつも受け止めてくれるよなと思ってさ。俺がか。なあ、今だってなんかモヤモヤしてたのが、おかげですっきりしちまったし。また何か変な具合に俺を美化してるだろう。
してないって。けど憧れるのは俺の勝手だろ。物好きだな。いいんだよ、俺がそう思ってんだから。いつか俺がアルフェンを引っ張ってやるよ。なら俺も年寄り扱いされないよう頑張らないとな。またやろうぜ。ああ楽しみにしてる。明日も張り切っていこうぜ。よし、疲れは取れたぜ。
よしなさい。強固たる防壁をなせ。鎌倉は他人に踊るのだ。助かるわ。我々の皆を助けろ。良い剣技だ。あんたはどうなんだ。無料の軍勢を相変わらずの手に。良いこと防壁をなせ。ま、前から良かったってことよ。ん？もう終わったのか。やっぱり装いにはこだわりたいわね。俺にはわからない。いつはティオハリム様か。やはりお前だったか、ケルザレク。知っていたのか。例の手紙の筆跡に見覚えがあってね。わざわざこんな場所まで私をあざけりに来たので。それともやはり処刑する気になったと。だとしたら何とする。あなたにそんな資格はない。鶴戸の責務を放棄し、天才イシツキどもとの馴れ合いを選んだあなたには、なぜだ、なぜそれだけの力がありながらあなたは鶴戸ブリガに背を向けたのだ。まだそんなこと。一度は逃げた。だが今は選んだ。鶴戸ブリガは私の道ではなかった。お前を巻き込むことになったのは申し訳なく、だが後悔はしていない。聞け、ケルザレク。人は変わることができる。種族によらず、その性根は変えることができる。有能なお前のことだ。その気になれば大いに人々の助けになれる。ま、私はいや、ダメだ。私にはできない。死が私を追いかけてくる。どこまでも。何？あれはアウメダラの。あいつまで生きてたのかよ。死だ。手負いの獣ほど厄介なものはないという。もう飼い主もいねえしな。野放しにするわけにはいかない。
ならばよかった。バリア、まとめて回復するわよ。どうこと、やめろ。任せたまえ。
限り踊るこの続く。マドリテ燃えろ。マドリテ彼女を呼び戻さん。我々と共に来るか。どこか適当な場所まで乗せてやってもいい。どこへ？どこ行けばあれから逃れられる？何を言ってるんだ。さっきの化け物ならもう。違う。死は滅びたりしない。死は至る所にある。今も私の周りにいて私を責める。銀色の死は数知れない顔と声が絶え間なく私を呪う。私に付きまとうな。放っておいてくれ。一人にしてくれ。どうしちまったんだあいつ。どうやら我々は思い違いをしていたらしい。銀色の死と言ってたわね。ひょっとしてヴィスキントで彼が虚水に変えた人たちのこと。あの男はアウメドラにそそのかされてそれをやった。おそらく心の奥底には罪の意識があったに違いない。それでもアウメドラがいた時は彼女のせいにできた。だがアウメドラ亡き後、この孤島で彼は己の所業に一人で向き合わなくてはならなくなった。でも彼の心はそれに耐えられるほど強くはなかった。その結果があれか。自業自得って気もするけどな。アウメドラの怪物は関係なかったんだね。あの男もレナ人でありながらダナ人への非道を悔いていたってことか。
悲しいな。でもあいつ、あのまま放っておいていいの？彼はもう自分自身で罰を与えたようだ。多分私たちができる以上の罰を。ティオハリム、君たちと出会っていなかったら、いや、その後こうして旅を共にしていなかったら、あるいはあれは私の姿だったかもしれない。それでも私たちは現に共にいます。偶然からではなく、あなた自身が選んだ結果として。そうか、そうだったな。フルル、お友達がいるの？まだまだ上を目指す。フルル、おお、素晴らしい品に出会えた。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。